2023年12月13日、2チャンネルにこんなスレが立った。ビル・ゲイツ、インターネットは世界を合理的にすると思ったが実際は変な人の溜まり場になった。ただ、クレイジーな人々が仲間を見つけるのに使われている。早速スレを見ていこう。インターネットは、世界を合理的にすると思ったら、クレイジーな人間が仲間を見つける手助けをしただけ。ビル・ゲイツ氏。ゲイツ氏は当初、人々が情報を探すために責任を持ってインターネットを利用すると思っていたという。ビル・ゲイツ氏は当初、インターネットが世界をより事実に基づいた合理的な場所にすると期待していたものの、それが偽情報や、クレイジーな考えの道具になっていることに気づいたと語った。お、ま、え、が、い、う、な。言われてんぞ。変な奴が集まるのはいいが、普通の奴が堕落するのが問題。世の中ゴミが9割ってことが上積みの中の上積みであるビル・ゲイツにはわからんらしいな。銃も包丁も車もそうやろ。バカと女が使い出す前は割とそういう空間やったろ。スマホのせいでな。まともな中産階級や労働者階級の人生では一切遭遇することがないような、人口の 1% もいないであろう極左や極、ガチで何の生産性もない無残野郎をむっちゃ見る空間。まあ無残は暇だから一日中いて書き込みまくってるということなんだろうけど。ネットを通じて思ったより人間ってアホが多かったんやなってのはうっすら思ってたけど、ビル・ゲイツですら同じようなこと思ってたんか。ソウルハッカーズのボスでこんなん言うやつおったな。大衆に何の考えもなくネットを開放したからだろ。情報発信するには免許制にする方がいいよ。選挙権はそれでも数の力で押し切れたからな。同じノリやったんやろな。選挙権も昔は納税額一定以上が要件だったらしいけど、ぶっちゃけその時代の方がまともやろ。習ってた当時は金持ちだけの特権かと批判されてもしゃあないなと思ったが現状の下を見るとそれも致し方ないなと思えてくるわ。夢見すぎ。金持ちは金を求めて法でさらなる搾取や投資する議員を選ぶ。クレイジーな人間、わかる。この記事自体もビル・ゲイツが揶揄してるような偽情報もどきの記事だよな。変な人って左翼とかフェミのことか。ネトウヨやろ。極右も極左も、男尊女卑も女尊男卑も、同じ穴の無地な、極端やねん。リベラルも同質やろ。ネトウヨも左翼も行き過ぎて陰謀論合致になった結果同じような主張してるからな。右翼も左翼も究極的には何の生産性もない無残人間で同じやしな。で金持ちが恵んでくれない、一般人が自分をはぶる、そんな社会が許せないみたいな主張に行き着く、自分じゃ何も生み出せないからただ他人のものに寄生するしかない人間の末路。ない方が良かったと思えることは確かにあるな。変な人の方が人間の本質で合理的な人間という存在そのものが幻想だったというオチ。完全に合理的な人はいないにしても経済的利益で生活してる人間はそれなりに合理的やぞ。ほんの少しも合理的じゃないと経済的利益は出せないからな。問題はインターネットは経済的利益以外で生活してる寄生的な奴の巣になりやすい。人格の合理性と経済の合理性は関係ないだろ。イーロン・マスクもドナルド・トランプも金あってもめちゃくちゃ変な奴だぞ。マジで世の中ってアホばっかりやからな。どんなに賢人でも数の力には勝てない。世の中は圧倒的多数のアホに合わせて動くしかないんよ。さあ今日も一日中エコーチェンバーだ。ゲイツよお前が作ったものは、便所屋で、ふはははは、言うほどゲイツが作ったか？バカはそんなに多くねえよ。本来なら出会うことのない極少数のクレイジーな人間たちが集まった結果の話だろ。初期の頃はハードルが高くてまともな人間が多かったな。でもゲーム機でネットとかネトゲでネットとかのせいでおかしなのも多数いたがそいつらはゲームばかりしてたから、掲示板はそこそこまともだった。それこそ2チャンネルでも夏休みや冬休みになると厨房画とかネットの利用者増えることでアレなやつ増えたり、スマホの普及でそれがさらに加速したり。学校が休みになると学生が増えて民度が下がるって言われてたの懐かしいな。今はむしろ民度上がるまであるやろ。学生は無残のおっさんよりマシだろうし。そもそもネットで悪口書くようなやつは世間のはみ出し者っていう共通認識あったしな。煽られた方も、現実では何も言えないオタクのくせにで終わってたし、文字通り便所の落書きでまともに相手にする価値なんてなかったもの扱いや。これよく言う人おるけど匿名掲示板全然平和ちゃうかったけどな。回線切って首吊って死ねだのそれ以上の殺害予告だの。個人情報晒しだのほんま無法地帯やったと思う。いくらエリートがリベラルで知性主義でも草の根の反知性主義者たちがトランプを勝たせてしまうのが現実だからな。君みたいなエリート主義や上から目線が大衆に嫌われてるだけだろ。許してクレイジー。人が多い方がええかそかは嫌や新規を入れて全部この寂しがり屋の慣れ合いが原因やろ。2000年過ぎたあたりからネットやってるけどすでに変な人しかいなかったわ。リアルで見たこともないようなイカれた奴がいて、そしてそいつらが仲間を見つけられるような場所やしな。ワイは初めてネットに触れた時、これ世界中の人がとんでもなく頭良くなるんちゃうかと思ったけど、全然そんなことはないしワイもアホのままやった。
ゲイツの言うまともな人間は大体ダークウェブ逃げてる。わかるけどエプスタインの件の後だと説得力3分の1くらいやろ。こういう Q アノンが増えた。エプスタインの件でゲイツがメディアで批判されたのは Q アノン全く関係ないし、本人も軽率だったと反省してるんだが、別に少女レイプしまくったとか陰謀がとか言ってるわけじゃないよ。可能性例ではないけど。フェミのことか。リアルで誰にも刺さらん主張を披露するガッチ施設や、だからマイノリティほど声がでかいし勘違いが蓄積していく。今でもたまに街の電柱とかに頭いってる怪文書貼られてたりするけど、それを日常的に目にすることになったわけだからな。昔、角川の会長が言ってたけど、貧乏人が一日中ネットにぶら下がってるって。スマホとネット回線あればあとは全部無料で一日潰せるからな。金持ちは仕事に忙しくてネットする時間ないんだわ。ネットはバカと暇人のものやね。そもそも何かする金がないし、半分本当で半分嘘というか、世界を股にかけて活動してるような人でも SNS ヘビーユーザーで変なとこで AI になって炎上するみたいな世界になって久しいし、貧乏人と暇人にとっての便所の落書きみたいな議論って部分的に真実でももうあんま説得力ないんだと思う。それ労働者の全体の 0.01% くらいしかサンプルなさそうな話だな。ビル・ゲイツってアメリカでめちゃくちゃ叩かれてるからな。白雪みたいな扱いやぞ。自分が変な人の側にいないと思い込んでる奴らよ。ビル・ゲイツは毎日炎上するからコメント欄一時封鎖したほどや。共産党をよろしくお願いいたします。ネトウヨが暴れるようになっただけやね。スマホと SNS が普及する前はある程度知識のあるやつしか日常的には使わなかったしな。ある意味襟を正して緊張感持ちながら使ってた記憶あるわ。 SNS の普及で一気に読み違いが多いことが分かったわ。人間嫌いを確実に増やしたね。既存のマスコミとネット空間で完全に意見対立が起きてんのなんなんやろ。アメリカじゃ完全にトランプ優勢やというし、マスコミが嘘ついてるのかネット民が頭おかしいのか。バカがハサミを使うとどうなるかくらいわかるやろ。人が見たいものしか見なくなったら、そりゃ日本に都合のいいことしか言わない捏造まみれのネトウヨコンテンツが伸びるわな。ただに近い値段で利用できるからちゃうの。インターネット税みたいなんとってある程度所得のない人じゃないと利用できないってしたら、確実に治安は良くなるで。誰でも意見できるようになって世の中おかしくなった。どこの馬の骨ともわからん奴の主張まで拾い上げるなよ。でもその理屈だと民主主義もクソってことになるな。宗具政治という言葉があるぐらいにはな。あくまでも身元はっきりさせた上での主張に限るやろ。ネットに書き込まれたほぼ匿名みたいな奴の意見やコメントを世論の一部にするのは違うわ。器用な奴は自演してどっちの意見も言えるのが匿名掲示板やしな。 ID と日付変われば他人やし。X が世の中に認められたツールみたいな扱いされてるのは本当にヤバいな。2チャンネルがアンダーグラウンドの最下層と言われてた頃よりよっぽど民度悪いのに、そんな底辺の意見をあたかも大衆の総意みたいな扱いしていいんかと思うわ。手軽に発信できるツール持ったらそらそうなるよとしか。自分が学生の時に SNS がなかったのはある意味時代に恵まれてたんかな。今なんてすぐ拡散されてデジタルタブーとして永遠に残るわけで、同じことしてても多分自分に返ってくるものが全然違うよな。頭のおかしな奴らに接触しないで存在を認識できるんだからいいことだよね。現実でいきなり遭遇するよりずっといいよ。まさに極端な人らそれぞれ群れなして声でかに叫び合って共鳴してる世界。自分の常識は他人の非常識。人類みんな変人やぞ。極論すぎるわ。糖質の人には特にやらせん方がええと思うわ。ネットのせいで悪化した人多いやろ。オールドメディアが検閲すればするほどネットでの陰謀論ははびこるやろ。もうある程度タブーなしで情報取り扱った方がええんちゃうか。一つの情報にどう思うかとか気持ちは伝えずに、ただありのままに起こったことを淡々と伝えるだけの存在があったらもう少しマシそうやわ。AI に期待してるんだが、あれはあれで麻薬並みに依存する人出てくるとは思う。言うて全体的にはネットで合理的な方に進んだと思うけどね。多少は結果的にあんま居心地良くないだけで取り返しのつかんことしちゃったね。人間もともとヤバい人は多い。でも現実世界で生きていくにはそれを隠す必要がある。でもネットじゃその必要がないからみんな裸になる。オールドメディアも今まで散々見てきたけどなかったことにして握りつぶしていた奴らが発言権持ってしまったんやろな。ビル・ゲイツやマイクロソフトがインターネット作ったわけじゃないけどな。まともな社会生活してる人は現実の人間関係をより重視するんだから当たり前だろ。ビル・ゲイツも所詮はオタク思考のオタクだったってことだな。トランプ支持者もグローバル化で数十人の大富豪が生まれる糧となり没落する前は平均的アメリカの白人やったし。人と繋がりやすくなって合理的にはなったぞ。弊害もすごかったけど、迷惑系 YouTuber とか一昔前なら変人や人間のクズとして扱われてた連中が調子づいてしまうのはあかんと思うわ。Google はもっとちゃんと取り締まれや。今でも昔でもおるだけでそれが可視化されただけちゃうんか。変に仲間が増えたと思ってるから生きり出すのもあるんやろうけど。
そりゃ昔からおるやろうけど、そいつらが儲かる仕組みを大企業が提供してはならんやろ。あんな奴らでも金持ちになることはあるだろうけど、それはあくまで一歩間違えれば一生を刑務所で過ごしかねないアウトロー的な生き方であって、表舞台に出てきてはならんのや。あいつら地球温暖化否定したら即縛ってくるのにな。承認欲求の話とかまさにそうやけど、簡単に社会からの反応が得られやすいというのがある種の麻薬みたいになってるな。それを得るためにやることや発信する内容がどんどんエスカレートしとる。まあ陰謀論とは言うけど、陰謀自体は確実にあるよな。もちろん程度の差はあるけど、度を超えた誹謗中傷を繰り返すような奴は逮捕していくべきや。2ちゃんができた頃にはスポンサーに忖度するマスコミより、ネットの方がよく席混行だけどより公平な方向に進むという期待がまだあった。でも実際は逆の方向に行った。自分は〇〇がなければ平均的だったと主張する奴の能力が平均ラインだったの、マジで見たことないんやけど。平均に憧れとコンプレックスを抱く何も平均ラインに到達してない人材ばっか。実際は岩親ガチャ大外れやのに、親ガチャ当たって両親がいるような奴より賢いから、親ガチャ当たってたら大卒には絶対慣れてたし、年収400万も夢じゃなかった。アホな人ほど現実と自己評価のギャップがあるからね。そんだけガチャ当てても年収400万かよ、夢ねえな。今の年齢だったらで考えてたわ。20代で400万半は済みやろ。Q アノンとか限界突破してるよな。昔読んだ要書にあったな。そのうち統制取れなくなるって。トランプめっちゃキレてるらしいから、次権力握ったら民主党めちゃくちゃにされるかもな。権謀やなん自民変な人多いよね。専門いたもすでに一人は変な人おる。マーチ以上でも人口の2割もいない。まず人口の8割以上は考えること自体ができない。さらに人口のうち正気な思考ができる奴らなんか1割もいない。それが現実。マーチとか総計みたいな自分が考えることできると思ってる時点で君に論理的思考力はないやろ。これ日本のインテリも言ってるな。確かに高学歴の巣窟である X は非常に有益で、 Y は X のおかげで上級国民散歩手前まで来れた。ほとんどの人間は生活が何も変わらず、ただの不平不満ガス抜き装置になってる現状は知能格差を増強させただけかもな。鶏飼って散歩させてそう。そらそうよ。まともな人よりアホの方が圧倒的に多いんやから。何自民曰く20代で600万以上稼ぐのが普通の人らしいぞ。頭安倍晋三かよ、現実見ろよってな。何自民って無職フリーターやろ。ジャニオバとか左翼とかフェミとかあの辺やろな。変なハッシュタグ作ってトレンド入りさせて喜んでる連中。正直マックのバーガー大好きな貧乏民思考のゲイツがこれ言うのもどうなん。逆にアメリカの庶民文化が大好きだったからこそ、庶民が実はアホだったことに驚愕したんやろ。どこの世界でも声のでかいやつが目立つんだよな。古代人は野蛮でバカだったから王侯貴族の奴隷だった。現代人は進歩的で優秀だから民主主義で自主独立、という啓蒙主義思想の完全敗北や、啓蒙思想の潮流を受け継いでる自由主義者自身が貴族的先民思想に至ってるし。ここまで全員自分は違うと勘違いしてて、一挙前に公爵垂れてて草。何時なんかクレイジーピーポーの黙り場やないか。ハンカツーが断言帳で大暴れしたり、断言帳だけ避けて延々当てこすりして印象操作に明け暮れ逃亡とかあるあるやな。まるまる。私と同じ意見にならないのは自分の頭で考えてない証拠だ。同調圧力を許すな、このノリよ。あとなんか何でもいいから目立ったこと言ったもん勝ちみたいになったのは予想外やったな。言ってることが無茶苦茶で間違ってても目立ちさえすれば、PV とか再生数に繋がってそれが金になるという仕組みが出来上がってしまってる。集合値になるかと思ったけど、結局参加するのにある程度の資力、所得の制限がないと組織はダメになるんだろうね。SNS は規制した方がいいよマジで。一人当たりに発信できる量が割り当てられてれば起こらなかった悲劇や、現実は気違い一人が1万人分の発信しとる。集合値、キュレーション。このスレにダミングクルーガーこじらせた自覚のないアホがいないことを祈るわ。ワクチンガーとか言うと YouTube でも収益化できなかったりするんだよな。エコーチェンバーが問題視されがちやけど、意図的に耳を塞ぎいろんな情報を避けないとそうならない気はするわ。ネット付けでそうなるかって感じやわ。ジャニーズ不祥事の握りつぶしのように、見て見ぬふり、確認しないが必須じゃね？何時も気違いばっかりが残ったな。日本の X 第一人者様はとりあえずリツイートとか言ってたしな。こんなスレでも、変な人を必死で敵になすりつけるために頑張ってるやつ？変な人はまさにお前のことなんやで。こんな感じで常に自分とその周りは別に従う人もいるな。こことか。逆にインターネットが出てくる前って変な人はどうやって生きてたんや？それは今と変わらずメディアの周りじゃね。フラストレーション溜まるから変な事件起こしてたのはそういう奴らや。自分という存在を世に知らしめたかったとかいう理由つけて犯罪を犯してた奴らがそうやな。あとは怪文書のビラを近所に撒いたりとか、そういう奴らが減ったのはネットで自己顕示欲発散させられるようになった功罪かもしれんね。そもそもネットのない時代は大衆に向けて意見を発信できるのなんて、
経済力か政治力かはたまたスポーツとかの一芸に秀でたとか、人より優れた何かを持ってる一握りの人間の特権だったはずなのに、今はどんな底辺だろうと好き勝手に意見発信できて、あまつさえそんなつぶやきレベルが力を持ったりするしな、とんでもない時代だわ。最初はそうやったやろ、PC が最低価格で数十万する時代はエリートリーマンとインテリしかネットやってなかった。PC が一般に普及してから返事が増え始め、スマホが普及して民度は終わった。一般人もアホ化してきてると思うよ。変な人が活発になる時間がやってきました。今はネットにとどまらずマスコミマスメディアでもよくわからん専門家が何かと解説しようとしてたりもするな。究極的には人間さん自分の敗北を認めることができないに行き着くんじゃないか。パチンコで負ければ遠隔操作、競馬で負ければ八百長、麻雀で負ければパイ操作、将棋で負ければソフト指し、 FPS で負ければチートエイム、こんな感じのこと言ってるやつが同じノリで、人生で負ければ権力者や金持ちが陰謀で俺を貶めてると言ってるやろ。後者は事実やん。金持ちだけが得する金持ちにための社会で底辺は搾取されてろが本音やし、ゲーム類の不正行為もあるだろうけど、その辺はやめちゃえばいい。人生はやめるわけにはいかんのがね。どの世界にもダメな奴はおるもんやないやちゃん。俺たちには対岸の火事みたいなもんだ。ニュースプースリー、芸人に時事問題解説任せよう。ホーステ、映画評論家に米選挙の解説を任せよう。委員会、よくわからんライターに日本の政治を語ってもらおう。ネットのみかって気はする。TBS とテレ朝のニュース番組はただの番組制作者の思想発表会ちゃうの？ここ5年は NHK 以外のニュース番組見てないから知らんけど。コロナ禍はほんまひどかったなぁとは思うわ。問題の本質という言い回しですぐ論点変える人多いなとは感じる。そこ議論しないで何議論するの？政権を批判した連中がとよく呼ばわりされるのも、中間に対して批判した奴がネトウヨ扱いされるのも、どっちもおかしいやろ。レッテル貼りするにしても相手の意見を見極めないとただの言論弾圧になりかねんぞ。何やビルゲイツは未来を見る力がないんやな。今はネットを利用するのは安いし、動物でもできるくらい簡易化してるから、暇人が退去するのは当然だわ。まともな奴ほど日常が忙しいんやから。でも見てても変な奴多いし、毎日井戸端会議してる専業主婦のおばさんの変人が多いやろ。暇人が変人になるんだよ。ネットは暇人が多いし、その声が目立つからそう感じるだけ。半枠やってたのも 75% 以上が高齢者と主婦ってデータが出とったな。要するに暇なんやろな。忙しさを理由にいろんな問題無視するのもちゃうとは思うけどね。それだと結局声だけでかい少数派の声が通りやすくなるだけやもんな。何時見てればわかるやろ。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。